こんにちは、KW 社員のコンスピラシーセオリー、今日も KW さんと山口さくら子でお送りします、はい、よろしくお願いします。世間で陰謀論だと言われているようなことについて、本当は陰謀論ではなく本当に陰謀というものがあるんだという話をここでいつもさせてもらってますが、はい、今回はそのクリティカルレースセオリー、はい、まあ、前回 BLM で今回の CRT ってこのアルファベット3つで呼ばれてるんですけれども、うん、クリティカルレースセオリーというのは、まあ、日本語に訳すと批判的人種論というふうに言われてますけれども、はい、そのまあ、言ったらその黒人は、まあ、アメリカの大きな歴史、長い歴史の中で構造的なシステマチックな差別をずっと受けているという、まあ、話なんですよ、うん、で、まあ、前回も話しましたけど、実際にそのアフリカ人がアメリカに連れてこられて、そこでまあ奴隷扱い、まあ、人身売買ですよね、うん、をされて、まあ、それは遡ることの1600年だから15世紀から始まっていることで、でまあ、それで言ったら当時のイギリス人だオランダ人だっていう三角貿易っていうのがあったんで、そこでまあ利益を得て、まあ、言ったらその、まあ、例えばその、まあ、今では歴史的なものとされているような、芸術作品とかそういうものもいろいろ略奪があったり、まあそのちょっと南の方行けばスペイン人がメキシコとか南米とかをまあ、侵略して征服していったってことですよ、ね、アステカだマヤだとかっていう、そういうところも大事なもう財宝が盗まれたりとかしたじゃないですか、うんうん、だからまあこの欧米の、大航海時代ですか、はい、による、植民地主義っていうものが、うん、この三角貿易っていうものを、まあ、太らせて、それで まあ資本主義っていうものがどん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 こう発展していったっていうのは間違いではないんですよね。で、まあ、そういうのがあって、でもまあ、それに対して反対しようっていう人が生まれたのはこのアメリカの建国が実はきっかけになっていて、で、まあ、15世紀からその奴隷制が始まったんですけども、アメリカがその、まあ、イギリスから独立して、独立宣言をして革命戦争があったでしょ、はい、で革命が起きて、でその後まあ、アメリカが建国された時点で、まあ、そこでその自由平等正義っていうのを一応掲げたし、 for the people by the people of the people、人々による人々のための人々の政治っていうものがずっと大事にされているということなんで、でこの独立から90年ぐらい経った頃の南北戦争では、奴隷解放をしようと思った北軍が、まあ、奴隷をそのまま奴隷のままでしておきたいと、労働力にしておきたいと思う南の南軍と戦争をするという、でそこで戦ったのは実は白人が主なんですよね。黒人にだからまだその銃を持たせて戦わせるっていうことに対して白人はあまり自信を持ってなくて、やっぱりその罪悪感を感じてるからね。でそれに対してまあ奴隷をどうしてもその解放すべきだと思ってそれを信じて戦って死んでいった白人も相当数いるわけですよ。だからそのまあその構造的な差別がなかったとは言わないけども、それまで200年、まあ、奴隷として扱われていた黒人をアメリカの建国とともに奴隷解放しようという動きも始まっていたわけで、それがまあそこからまあ200年ちょっと、まあ、250年ぐらい経ってますけど、それで少しずつ少しずつまあ解消されたり進んだけど後戻りしたりとか、その奴隷実は解放されたけれども、それともまだ奴隷のままにしておきたいと思う勢力がいたりとかっていうのがまあずっとあって、まあ、せめぎ合いですよね。でそれがだから1776年にアメリカが建国して、で次1865年に南北戦争
で、それでそのまた100年後、1965年ぐらいに公民権運動って、まあ本当100年ずつ黒人を解放する、黒人の人権を大事にしようとか、まあそれまで二級市民と言われてた人をもう本当に平等にしていこうという動きっていうのは、まあ脈々と進んではいたんですけども、まあそれでもそれに対しても面白くないと思う人もまあいるはいて、でまあアメリカは言ったらその移民の国で、黒人はまあ誰よりも早くアメリカに来て労働力となってるんだけども、その後どんどんヨーロッパからもアジアからも、まあ北欧ロシアとかからもこうたくさん移民は来るんだけども、常に黒人はその一番下の扱いをされてるんじゃないかっていうふうに感じるのも、それは決して間違いではないですね。でそれを黒人のために白人が全員罪悪感を感じるような教育の仕方をしていこうとして生まれたのがこのクリティカルレースセオリー教育で、でこのクリティカルレースセオリーの中では、まあ言ったらそのアメリカはもともとネイティブアメリカン、いわゆるアメリカンインディアンの土地だったところにヨーロッパ人がやってきて、でまあ銃で脅しながらいろいろこう土地と、まあ例えばその農業のやり方だったりとか、ノウハウを全部盗んでったとかね。でアメリカインディアンもアメリカのそのカウボーイ映画とかを見れば分かるように、常に悪者扱いされた時代もあるし、今でもね、地位は向上してないですもんね、アメリカインディアンの人たちはね。今でも居住地に住まわれて、そうそう、まあだから黒人の何がすごいかっていうと、まあ、自分たちの仲間同胞を、まあ言ったらどこから来たかもわからない、で家族も引き離される、で名前もヨーロッパの名前を付けられる、でまあそれこそ奴隷主が奴隷の女性をこうレイプしたりすることもあるし、そこで生まれた子供は白人の血が入ってるにもかかわらず奴隷として、黒人として扱われるっていう、まあ本当に不条理な歴史はずっと続いてはいるんですけども、まあ、それとそのネイティブアメリカンがまあ要は土地を奪われたっていうことで、ヨーロッパから来たアメリカ人はまあただの略奪者だっていうふうに、まあそれを教える教育が広まってるわけですよ、特にこの最近2000年過ぎてからは。でそこで言われてるのは、人をその人の中身とか人格とか性格とかで判断するんではなく、人種で判断する、肌の色で判断するみたいな風にどん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 向かっていって、それがこのクリティカルセオリーの僕が一番悪いところだと思うんですけど、さっきも言ったようにその奴隷をね解放しようとして戦って死んだ白人もいっぱいいるわけだし、そのまあアメリカ建国の理念もその平等で自由でっていうことを言っていたんで、できるだけそっちの方向に向かってるのも確かなわけだから、もちろん日本だってね、太平洋戦争、第二次世界大戦、まあ、いわゆる大東亜戦争の歴史を考えたり、黒船の歴史とかを考えると、まあ半ば強引にアメリカだったり欧米だったりが日本をこうある一定の方向に向かわせたっていうのはあるわけだから、決してね、そのもうすごい複雑なところなんだけど、クリティカルレースセオリーっていうのは間違ってるとは思わないんだけども、これを子どものうちから教えて、子どもにまあ言ったら白人でいることに罪悪感を感じることで、黒人がまあ前よりもこう成功できるような世の中にしていこうっていう流れは間違ってると思うんですよ。でブッシュ政権の時の国務長官だったコンドリーザ・ライスさんも、もうまあ60歳ぐらいなんだけど、当時やっぱアラバマかなんかのすごい差別の激しいところで育って、で途中からコロラドに移ったのかな、で親もやっぱ差別されてる時代の人だけど、でもまあそれなりに頑張れば、国務長官までなれるわけじゃないですか、教育も受けられるし、その後パウエル長官とかも見たしね、オバマだって生まれたわけだからね、だから一概にその黒人だからその構造の中で絶対にうまくいかないっていうわけでもなく、ただ本当に運が悪かったり境遇が悪かったりして、その成功する機会が全くなかった黒人がいなかったとも言わないし、
その1965年 の、 あの公民権運動があるちょっと前にマルコム X もいたし、うん、公民権運動の後にマーティン・ルーサー・キング・ジュニアが殺されたり、ブラックパンサーパーティー、ブラックパンサー党とかね、そういうブラック・イズ・ビューティフルみたいなムーブメントもあったんだけど、やっぱりそれをこう潰す勢力もあったりとかして、でそれによってまあ、いいとこまで来るけどまたこう後ろに引き戻されてしまうっていうような流れもあるはあるんですけども、うん、そこでそれこそまあさっきも言ったようなヒップホップがまた生まれて、黒人にその貧しい黒人、自分が自分を誇れないように生きてきた黒人、だからもう先祖もわからない、家族もバラバラに引き離されて自分がアフリカのどこから来たかわかんないって思ってるような黒人に対しても、いやアフリカにいた頃は俺たちは本当に気高く生きていたんだぞっていうことを教える、その自尊心を高めるようなことをヒップホップがずっと教えてきたのにもかかわらず、今このブラックライブズマターによってまあより破壊的に、もう八つ当たりみたいにどん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 こう暴れる黒人が出てるっていうのがすごく問題で、完全な分断になってますからね、うんうん、黒人は白人を憎み、白人は黒人を恐れるみたいなことになるじゃないですか。それですよ、まあ、恐れるのと、それこそ、まあ、やられるなったらやり返すとか、うん、あいつらはそのもともと野蛮なんだっていうふうに思い込んでるようなね、うん、やっぱ白人もいるし、うん、いやだって80年代のアメリカのね、その高校に行った頃はやっぱり普通の白人は黒人がなんでああいう犯罪を起こすのかとか、まあ、勉強しようとしないのかとか、まあ、ドラッグとか酒とかで堕落していくのかっていうことを、うん、なぜか分かんないわけですよ。分かんないですね、うん、で親もちゃんとそれは教えようとしないわけですよ。だからまあ、うん、ずっと向き合ってこなかった時期もやっぱりあるはあるから、うん、それを、まあ、反省するきっかけになったのが、うん、ヒップホップだったんですけどもね、うんうんうん、でまあはい、ああいやそれでねその私がいた頃、同じ頃ですよね、80年代の半ばから後半、まだ私、そうそう、私が思ったのは完全に違う世界で住んでいた白人と黒人がね、うん、混じることはなく同じ違うテレビ見て、うん、違う、まあ、雑誌読んで違うファッションして、でそれがやっぱりヒップホップとか、例えばそうですよ、そういうことでね、うん、エンターテインメントでも馴染んできて、だんだんこうなんていうかそこまで差がなくなってきて、うん、分断が少しずつ埋められてきていたような状態だったんじゃないかと思うんですけども、それでね、うん、今もこうやってもっと蒸し返すというか、もう白人のことは憎む、また白人は謝らなきゃいけないっていうね状態になって、ついこの間救世軍、日本にもいますけど、チャリティー鍋ですよね、うん、あれをやってる救世軍っていう、サルベーションアーミー、はいはいはい、教会が、白人は今年、白人の人たちは今回は今年は事前のお金をくれるだけじゃなくて白人であることを謝ってくださいみたいなことを言い始めて、うん、でまあ今ちょっと問題になってるんですけども、うん、そういうね極端な自虐というか、まあなんか反対に言えばなんか謝ればいいみたいなとこもあるし、とりあえず黒人の方になんか寄っとけばいいみたいなのもあるし、そうなんて言うんだろう、おためごかしというかね、実際心からそう思ってるかもまた別の話で、なんかそういう気持ち悪い方向に向かってるますよね今ね、うんうんうん、そう、そのまあアーミーって言葉が出たんで、うん、ちょっとあえて言っておくと、僕も基本的にはその反戦の、うん、精神を持ってるんですけども、うん、やっぱりそのアメリカにとっての太平洋戦争だったり、はい、ベトナム戦争だったり、うん、その時期ぐらいからやっぱ黒人もこう、うん、前線に出て戦うようになるわけですよ。それで白人も一緒にその戦場で黒人と戦うっていうこともしてるし、うんうん、黒人がやっぱりそのアメリカのためにまあ、まあ愛国心なのか、うん、その徴兵で行ったのか、まあ、別としてアメリカのために命を犠牲にした黒人もたくさんいるということは、うん、やっぱりそれがその後の黒人の地位を上げることにも役に立ってるわけだから、まあ、そういう流れもあって、うん、いいところまで来たのにこんなことになってるというね、うん、でその一つまたちょっと付け加えておくと、まあ、白人の おかげでこういう構造的な人種差別があって、黒人たちはそのすぐ犯罪に手を染めてしまうとか、
黒人が殺されるのは大体白人だみたいなのが、そのブラックライブズマターの考え方にあるんですけども、その、まあ、さっきも言ったように黒人の、その殺され、実際に殺されてしまう黒人の、あの 5% が白人の警官に殺されているだけで、それ以外はまあ黒人同士の揉め事で死んでるわけですね。で、実際そのデンゼル・ワシントンとかに、その今のこの黒人のね問題は何かっていうと、家庭に父親がいないことだって言って、その家庭に父親がいないことが、そのまあ、子供があの親の代わりにロールモデルを探すと、どうしても外に行って、外でなんかこう悪いことしてるやつだったり、まあ、それで儲けてるやつとかにこう感化されてしまうっていうふうなことが大きくて、で実際その黒人家庭の中で父親がいない、黒人の犯罪を犯す黒人の7割は家庭に父親がいない。でその犯罪を犯す黒人の7割が、大体刑務所に行くか、まあ、命を落とすっていう流れがあって、まあ、合わせると大体、まあ、全黒人の5割ぐらいがその父親がいないことで不幸になってるわけですね。だから父親が家にいればこんなことにはならないんだよっていうことを、まあ、デンゼル・ワシントンとか、その保守の、こう家族が一丸になって商売をやってビジネスやってたりとか、教会に行って心身深い人とかっていうのは、子供がそこまで悪くならないわけだから、それが本当は正しいんだっていうんだけれども、やっぱりその福祉のそのシステムの中でも、家庭にお父さんがいない家庭の方が補助金をたくさんもらえるとか、そういうのもあって、黒人のその男はだから、まあ俺が家にいるよりいない方がお前ら豊かな生活できるんだろうっていうような、その負のスパイラルがこの、まあ40年ぐらいずっとあるんですね。それによって、まあ黒人はそのいろんなところで結局子供を作ってしまうとか、まあモラルがどんどん低くなるとかっていうのもあるし、で家庭に父親がいないっていうその現実がどん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 、まあ改善されないっていうのもそれが原因で、で、あと、まあ、ちょっとした犯罪で捕まって刑務所から出てこれないっていうのも、でもそれずっとやってきてるのは民主党なんですよ、アメリカでも。うんうん、デモクラッツが、そういう、まあ、黒人側に立って、黒人のための、まあ、大きな政府になって、その、よくやってるつもりではいるんだけども、それは結果的に黒人のモラルだったり、自立を促す方向じゃないってことですよね。そうなんですよ。甘やかすというか、うん、エナブラーっていうんですか、甘やかしてそれを、うん、ダメにしていくっていう方向なんですよね。うんうん、まあだからそれになんていうかこう依存して生きてしまう黒人も一向に減らないっていうのが、うん、その一因となってるっていうのも、うん、このクリティカルセオリーと合わせて、うん、そのまあアメリカのマイノリティをまあちょっと狂わせてる大きな、まあ、元凶なのかなっていうふうに僕は思ってます。はい、ありがとうございます。はい、今回はこれでまた後半に続きます。はい。